はい、屋台のね、屋台の横にね、泉屋があるんですよ、ここ。びっくりしました。はい、泉屋ですよ、泉屋。有名でしょ、泉屋。関西では泉屋が有名です。関西の泉屋、泉屋って言ったらね、やっぱり関西と言ったら泉屋多いんでね。泉屋って全国にあるかどうかちょっとわかんないんですけど、泉屋があります。ほんで、泉屋の横にこれ、ザン屋台なんですよね。はい。びっくりしました。泉屋も参加してるみたいな感じになりますよね。はい。泉屋とね、泉屋の前に屋台が出されてるという、なんか不思議な感じになってきました。はい。泉屋の前にね、肉屋さんがあるんですけど、肉屋さんがですね、屋台を出してるんですよね。すごいですね。はい、びっくりしました。美味しそうですね。はい、肉屋さんがね、屋台美味しそうですね。すごく美味しそうですよ。びっくりしました。お願いします。これホルモンミックス焼きです。ホルモンミックス焼き。はい。いろんなホルモン入ってますよ。いろんなホルモン入ってます。そうだそうだそうだ。美味しそうですね。びっくりしました。肉屋さんがね、やってるんでしょこれ。だから美味しい。美味しいですね。美味しい。絶対美味しいんです。他のとこ豚やと思うんですけど、牛肉使ってるんで、はい、絶対美味しいです。はい。ここにはナポリなんですかね。これはジャンボステーキ。1枚600円。1枚600円。すごいですね。ここお得ですね。すごいですよ。肉屋さんがやってるんでね。びっくりしました。めちゃくちゃ美味しいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃ美味しいです。はい。めちゃめちゃ美味しそうですよ。ものすごいね、たくさんのお客さん来てます。ぜひぜひ、全国の皆様、全国の肉屋さん来てください。全国の皆様、ここのね、お肉屋さん、ぜひ来てください。はい。めちゃめちゃ放ってます。次はお待ちの方、どうぞ。はい、突き当たりに来ました。こちらの方にもね、屋台が、たくさんあります。すごい数です。はい。でね、なんとね、こちらにもあるんです、屋台が。で、ちょっと、どっちに行ったら、迷ってきましたね。ちょっと、左方向からね、ちょっと行きたいと思います。うわスーパーサイズブルーです、これ。スーパーサイズブルー。いいですね。スーパーサイズブルー。これはベジータです。ベジータ。はい。いいですね。で、スーパーマリオ。で、ポケモンです。で、あと、キティちゃんです。で、あと何、何あと、アンパンマンとかですね。はい、あとはちょっと、メロンパンもあります。メロンパンも。ありますね。はい、いっぱいね、お麺がいっぱいありますね。はい、ものすごい数のね、左方向にいてるんですけども、ものすごい数の屋台です。はい、はい、ベーコンステーキ出ました。ベーコンステーキ、はい、美味しそうですね。はい、たこ焼き、はい、たこ焼き美味しそうですね。はい、ホルモン焼き、ホルモン焼き美味しそうです、めちゃくちゃ。はい、ホルモン焼き、はい、左側にね、もう屋台がね、もうすごく並んでます。はい、安い、おむそば、焼きそば200円ですよ。はい、やっぱり大阪ならではですね。はい、安いですね。はい、びっくりしました。はい、この次はですね、何でしょう、これ、ポテトね、ポテト、何かな。マンチャーズチェダー、何やろ、マンチャーズチェダーっていう、何でしょうかね、これは。何屋さんでしょうかね、ニューヨークからやってきたみたいですよ。はい、全国の皆さんね、ニューヨークからね、やってきたそうですよ、マンチャーズチェダーですよね。はい、そういうやつですよ。はい、はい、あみこやってきてます。はい、これ何でしょうかね。練り店いかがですか。練り店、はい、ごぼうと枝豆と玉ねぎあります。あ、そうですか。よかったら。あとでね。はい、練り屋さんですね。おいしそうですね。はい、うわー、すごい。おいしそうですね。何でしょう、あの団子はね、団子たち。おいしそうですね。はい、すごくおいしそうです。中でも食べれます。ビール飲んで、いらっしゃい。勢いですね。ものすごく勢いがいい店です。はい、勢いがいいですね。
はい、恵方巻き、これ何でしょう、何の魚でしょう、これではイワシです、イワシです、イワシ、イワシだそうです、大きいですね、このイワシは、びっくりした、イワシはね、はい、あのとても、ね、身がふっくりしてるんです、あ、そうですか、はい、あ、おめでとう、イワシだそうです、びっくりしました、あ、大きいイワシです、はい、恵方巻きね、はい、うわすごいですよ、いろんな種類がありますけどね、隣は目合わせるすごいです、ここは、はい、でね、じゃあまだまだあります、まだ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 ね、屋台がね続いてます、すごい屋台の感じです、びっくりしました、はい、絶対どこまで続いていくのか、はい、クレープ屋さん、はい、で金魚すくい屋さんあります、金魚すくい懐かしいですね、金魚すくい屋さんあります、懐かしい懐かしい懐かしい 金魚すくい屋さん、はい、何でしょうか、本菓子屋さんです、本菓子屋さん、本菓子屋さん、はい、リンゴ飴屋さん、リンゴ飴の数すごいですね、三河飴ね、うわものすごい色とりどり綺麗ですね、みかん飴美味しそうですね、すごく美味しそうです、はい、でね、ずっとまだまだね、屋台がね、一体どこまで続いてるのか、一体どこまで続くのか、この屋台は、はい、はい、明石焼きさん、明石焼き、明石焼きさん、珍しい屋台です、明石焼き、すごい一頭珍しい、美味しそうですね、珍しいですよ、ものすごい初めて見ましたね、明石焼きは、そうですね、あんまないですね、はい、もうね、お盆にも入れて、お出汁かけて食べてもらって、はい、ものすごく、あの、煮込み出すのうまいですよ、はい、中に、はい、あんな感じ、あ、こんな感じ、はい、そんな感じ、あ、こんな感じです、奥さんのね、こんな感じです、こんな感じです、美味しそうですね、ね、はい、牛串屋さん美味しそうですね、牛串屋さん美味しそうですね、はい、箸巻き、うわこれはすごい、びっくりしました、箸巻き屋さんですよ、すごくボリュームたっぷりです、箸巻き屋さん、じゃあすごいですね、めちゃくちゃ美味しそうですね、はい、でまだまだまだ屋台が続きます、はい、片焼き、片焼きさん、え、片焼き、片焼きって何でしょうか、片焼きっていうのはおせんべいかな、ちょっとクッキーかちょっとわかんないです、片焼き屋さんです、はい、大焼き屋さんはあります、はい、これはね、はい、まだ続いていきます、まだまだ続きます、じゃあびっくりした、何バーガー、これは焼肉バーガーだそうです、初めて見た、うわ美味しそうな、上質な、これワインですよ多分、上質、はい、ものすごく上質ですね、あ、高級ですね、高級だけど、あの安くしてます、ネギたっぷり、はい、はい、もうネギね入れ放題です、これ半分入れてもいいみたいですよ、それも全部ですね、はい、うわ美味しそうですね、フェンサービス400円、これはお得ですね、はい、じゃあゲソ焼き、おいしそうですね、ゲソ焼き屋さんです、すごく美味しそうです、これは、はい、ゲソすごいですね、おゲソはすごい、ゲソだらけ、美味しそうですね、はい、このウサギぴょんぴょんがね、なんか人気ありますね、ウサギぴょんぴょん多くなってきましたね、ウサギのね、ウサギぴょんぴょん屋さんがね、はい、はい、ここに文明カルテのね、屋台がありました、はい、あの珍しいですね、はい、安いですね、これ 1500円です、びっくりしました、